私が借りてる畑は元耕作放棄地ばっかり。だんだんどうもカービィです。今日のテーマはですね、食糧危機に備えるシリーズまたやっていきます。まあ1月ぐらいから流行り始めたその食糧危機関係また再燃してみたいですね。で、まあ私なりの見解というか私なりの備えについての話をまたちょっとやっていこうと思います。はい、流行りに乗っかります。まあそれはいいとして、まあ短期的というかね、今のその国際情勢的なこととか、そのなんていうかな、まあ肥料のこととか、まあちょっと気な臭い話だったりもありますけれど、それ以外にも長期的な視点で考えても、私がなぜこうずっと自然農をやっていて、それも耕作放棄地ですね。私の場合は使わせていただいている畑が全部かな、うん、全部がこもっと耕作放棄地か、もう耕作放棄になる畑だったところを使わせてもらうようにしています。で、ここ今撮影している場所が、これも今年から借り始めて、最近ようやくね、ちょっと手入れが始めることができた、まあ4号地ですね。畑です。で、ここも、昨年かなまでやってらっしゃった方がもうちょっと畑やれないということになって、地域の方の紹介で私を紹介してくれて使わせてくれることになりました。ご理解があるようでね、自然のやってもいいよということです。はい。ほんで、今日、まあ、この、まあ、タイトルに書いたか分からんけど、まあ、食糧危機に備えて耕作放棄地を耕し、かぼちゃを植える、みたいな話をしていこうと思います。これね、かぼちゃ。はい。だから食糧危機に備えてかぼちゃを植えるみたいな話なんですけれど、まあ、危機だなんだは、まあ、置いといたとしてもですね、今日の話の中に、一つお伝えしたいことが、農地の話です。農地の話で、まあ、今、耕作放棄地が、まあ、10年ぐらい前、ならもっと前からどんどん増えてきてしまって、問題になっているって話がある一方で、実は、有料農地と言われる、非常に何て言うかな、まあ、そのままですね、いい畑、いい農地です。そういうところは、むしろ、奪い合いなぐらい、プロ農家さんが、もう、いつ開くのかなって狙ってるようなところもあるんですよ。だから、まあ、言ってしまえば、農地格差みたいなのがあるんですね。はい。一方では、そのプロ農家さんたちが、もう次空いたらすぐ借りたいみたいな、なんなら買ってでも使いたいっていう、いい農地もある一方で、ここの畑とかも、私が借りているような畑みたいに、まあ、どんどん耕作放棄せざるを得ないような畑もたくさん増えていると。で、この両者の違いは何かっていうと、一言で言えば、もう、シンプルなんですよ。商売になるかならないかです。はい。商売にならない。プロ農家さんからしたら、栽培効率が悪いとか、まあ、地力が悪いとか、まあ、いろんな理由があるんですけど、要は、栽培した後も、流通に乗せにくいとかですね。あとは、小さいとかです。やっぱね、プロ農家さんは大規模に同じものを育てたいので、ってなってくると、なるべく平らな場所で大型機械が一気にやれるようなまとまった農地がいいわけですよ。で、加えて土の地力がある。で、水も豊か で、もっと言えばその災害が少ない地域ですね。うん。というような場所。だからやっぱ関東平野とか越後平野とかそういう大規模な土地がやっぱ畑とか田んぼには向いてるわけです。で、耕作放棄されやすいとかどういうところかっていうと、まあ、一番はやっぱ中山間地域です。で、ここも、ま、中山間地域というか山あいみたいなものなんですよ。非常にいいところなんですけどね。他にも、狭小農地といって、小さい狭い畑です。一旦以下とか、まあ、もっと小さいやつとかな、細切れみたいになってるような畑です。だから、それこそ昔からおじいちゃんおばあちゃんがね、代々こう、家の畑としてやってきた、小さく途切れてあるような畑。そういったところは使いにくいんですよ。機械を入れてやるにはね。だからそういったところが、この、まあ、畑やってらっしゃる、農業従事者かな？農業やってる方の高齢化に伴って、もう畑やれなくなって、耕作を放棄されると。で、そういう場所は、まあ、大体今言ったような、中山間地域にあるような場所とか、狭い、狭小で、野菜とか、まあ、その他、作物、栽培しても、まとめてたくさん栽培収穫できないので、生産効率が悪い。そして、流通に乗せるにも、道路まで遠いとか、そういういろんな理由がある場所では、やっぱ栽培がしにくいわけですよ。大規模栽培が。で、そういうところが、仕事としての農業はやりにくいので、耕作放棄されているという現状です。で、一方、そうじゃなくて、例えば、大きい道路が近くって、真っ平らで広い、それこそ、1単2単とかじゃなくて、1丁2丁レベルでまとまった農地で使えるような場所は、やっぱりね、人気だと思います。はい。で、これはね、
まあ、プロ農家さんから聞いた話だったりするんですよね。結構裏話をいろいろ教えてくれというか、まあ、発信してらっしゃる方がいて、その話すごい面白いんですけど、そういうところはやっぱ奪い合いだと。奪い合いというか、まあ、いつ開くかみたいな感じで、常に狙われている農地がいっぱいあるみたいです。はい。なので、まあ、その違いがあるんですよ。で、そういう優良農地は、私のような、言ってしまう農家ではない、小規模でやってる、家庭菜に毛が生えたようなレベルでやってる人が、手を出してはいけないというか、そもそも借りることすら難しいと思うんですよ。そういうところって。で、もっと言えば、新規就農で、まだ実績とか経験が少ない方には、そういう優良農地も巡ってこないという話があります。それを話すと、またちょっとね、違う話の新規就農の闇シリーズになっちゃうんで、ちょっとそれは置いときますけど、とにかく、いい農地は、私は借りるつもりもないし、そういうところはプロ農家さんがどんどん使って、それこそ、たくさんの食料を安定的に生産する。プロ農家さんがしっかりと頑張ってくださって、食料を安定的に供給してくださることが、一番食料危機に備える、最も効果的な、で、現実的な方法になります。はい。とはいえ、やっぱりね、この狭小農地とか、その中山間地域の農地っていうものも、保持保全していく価値は私自身があると思っていて、里山とかの畑とかってね、山と里の境界線でもあるわけですよ。で、ここで人間活動が行われることで、山から獣たちがここで止まってくれる。もっと下に降りていかないとか、そういうことあるんですけれど、そういう堅苦しい、役割、云々は置いといたとしても、私のような自然農とか、あとは自給的農業ですね。こういうことをやる人にとっては、こういう畑、すごくいいんですよ。だって周りにその観光農法で、農薬とか除草剤をしっかり使う畑をやってる方がいないっていうことは、いないっていうか少ない場合は、やっぱりね、農薬の飛散とかも少ないわけですよ。で、そういうところだと無農薬栽培もしやすいですし、で、周りの方からも、何か言われにくいです。それこそもう周り誰も畑やってないような耕作放棄地のど真ん中でやったら、もう何も言われないわけですよ。で、私自身が、自然農やってても、今のところもう6年、7年ぐらい、この西尾市で自然農やってますけど、ほぼ文句言われたことないんですよ。一回だけあったかな。自分が育ったやつが隣のところに倒れ込んで、自分が植えたものぐらいはちゃんと管理してねって優しく注意されたことがあったけど、それ以外はほぼないです。草枯れって直接言われたこともないな。ひどく伸ばしっぱなしはしないので、私もね。とはいえ、いつも動画で映ってる通り、結構草が生えてます。はい。それでも言われないのは、私が使わせていただいているところが、もともとは耕作放棄地だったということを、周りの方も認識してらっしゃるんですよ。なので、私が畑やめたら、もっとひどいことになるっていうことが、周りの方も多分分かってくださってるので、なので、多少草生やしていても、特に何も言われずに今住んでる状況です。はい。だから、これが、最初に言ったような、優良農地をわざわざ借りてしまって、そこで草をいっぱい生やして、で、大した生産量も出せなかったら、これは何か言われてもしょうがないかなと思うんですよ。そういういい土地のうちは、そのプロ農家さんにお任せして、しっかりと生産してもらうのがいいと思います。だから、そういうプロ農家さんが使えない、使いにくいところを、私のような自給農をやりたい、自然農をやりたいっていう方が使っていくと、これはいい住み分けができると思うんですよ。で、そういったところって、大規模栽培に向かないところですね。そういったところで、このような自然農をすると、いいことがやっぱあって、それは何かというと、ロケーションがいいんですよ。こう、ずっとさっきから鳥がね、チッチッチッチさえずってたり、車も鳥が少ないんです。すげえね、心地がいいです。はい。人里から少し離れてるんで、人里っていうか街からね。だから、都会の喧騒からちょっと離れたリトリート的な感じで、畑の体験とか自然体験するには非常にいいところです。私が一番最初にここを西尾で使わせてもらった、今、ゼロ王地と呼んでいる、もう返しちゃったというか、使えなくなっちゃった場所があるんですけど、そこもすごくいい場所だったんですよ。それこそ山あいの中にあって、一般の方入ってこれないような場所だったんで、で、そこはね、本当にこう、非げ、あの、なんていうかな、まあ、非日常感があって、素晴らしい場所でした。で、そういう、なんていうかな、商売としては農業をやるにはデメリットになることも、使い方次第ではむしろ武器になる、プラスになる、メリットになるっていうことがあるんですね。なので、そういう使い分けをした上で、いろんな形の農業ができて、その農業の多面的価値っていう動画をこの前出しましたけど、そのように使うことができれば、
少しは耕作放棄地の問題も改善するんじゃないのかなと考えてるんですよ。で、だからこういう耕作放棄されるようなところで私みたいな人がまあある程度機械とか使いますよ。やっぱりこういう、まあ、今回ここはその体験農園的な場所ではなくて、まあ無農薬無肥料で栽培をやるっていう場所なので、なるべくほったらかしても野菜ができるものってなってかぼちゃなんですよ。かぼちゃ、はい、そう、食料危機に備えるならこれだっていう、この作物がいいよっていう動画前出した時にうっかりね、かぼちゃ入れるの忘れてたんですけど、かぼちゃもやっぱいいですよ。デメリットとしては面積がいる、広い畑がないとたくさん育てることはできないんで、だからその時ちょっと外したということもあるんですけれど、まあその点で言えばこの新しく借りたここは一旦以上あるかな、一旦ちょっとあると思うんですよ。ここであんまり頻繁に来て手入れができないんで、だから植えて、あともうほったらかしで放任栽培でもしっかり実が実って、しかも貯蔵が効くとなったらやっぱカボチャなんですよ。なのでこれかぼちゃと加熱用トマトと、まあ、あとはねちょっと唐辛子植えてみようかなと思ってるんですけど、それらを植えて、まあ一応ね食糧危機が起きても備えられるようにということでやってみようかなと思ってます。まあ起きるか起きないかわからんですけどね、まあ起きないに越したことないんで、万が一そういう事態が起きたとしても多少の備えがあれば、うん、ちょっとはね耐えることもできると思うんで、うん、もちろんね自分で野菜を育てる以外にも備蓄を少しずつ増やすとか、そういうことをして備えてはいます。まあ、本当どうなるかわからんけどね。まあ、起きないっていう方もいますし、起きるんじゃないかって言ってる人もいます。で、私はまあ、どっちの可能性もあるよなと思いながら、自分にできる備えをして、で、その自分にできる備えが、この、直近の1年、2年の話じゃなくて、まあ、5年、10年、もっと言うのは20年、30年先になっても、意味をなす。ために、その耕作放棄されてしまったところを畑として維持存続させていく。それは、この1年、2年の話じゃなくても、長期的に見ても意味があることだと思うんですよ。うん、私がやってるやり方だと、確かに、土地あたりの生産効率というかな、収穫量は非常に少なくなりますよ。なるけど、これでも、やっぱり畑としての維持存続はできるし、で農薬とか、まあ、化成肥料とか使わないので、年々やっぱり土が回復して豊かになっていきます。それは間違いなく言えること。ここ、まあ、6年、7年やってきてね、実感してることなので。なので、まあ、もしここの土地もそれこそプロ農家さんが使いたいからって言って、純産返せって言われたらもうすぐ返せるようにしてます。はい。うん。まあ、それでいいかなと思ってるんですよ。まあ、罰ゲームなぎでもいいし。で、本格的に自分の土地が手に入ったら、本当にそこはね、自然農の畑というか、里山というか、そういう感じで作り込んでいきたいなとは常々思ってるんですけれど、まあ、それまではね、使わせていただけるところを、まあ、汚さずにというか、まあ、使わせていただいて、私は自然農でやって、なるべく周りの方には迷惑かけずに、畑をやっていこうかなと考えてやってるところです。はい。ということで、今から、今季かけて、バイド板ですね、使ってあそこに畝立てて、そこにかぼちゃとかいろいろ植えていきます。はい、ではね、今回もここまでご視聴くださりありがとうございました。それでは失礼します。